399ってどっち？399号。399はあのいわき中央の方通りです。あほ、うん。うん。こっから行かれない？あ、行きますよ。本当？ここの範囲が奥内隊、ここから立ち入り禁止。あ、こっから10キロ後までしか行かれない、はい、約、はい。なるほど。奥内隊のところに行かれるなら、あ、ギリギリその範囲。そうですね、これより外側。ちょ、だから注意を流すってことでしょ？どうしたらこうなるのこれ。結構あるよこれ。放射線回っていこう。あともうこの辺はもう人が避難してるんで、道もどっちの道も車も人もずっと走ってきたけど、1台も車も人も見てない。空気中も結構ありますね、まあ、土壌の方が強いけど。ウランちゃんが放射能を走ってます。あら、後ろに見るともう第二原発二つは見えるけど、双葉町、あ、矢の森駅を通過したところ。矢の森、夜の森、矢の森信号も全部ついていません。電気が来てないのでしょうか。車も全く見渡す限りいないし、人もいないし。大熊町チェルノブイリ4号の前でもこんなに音はしない。大
第一原発の正門です。いやナビないんで、うん、もうどこの高速から開いてんの？わかんない。30キロ。あ、本当？あんまり危ない方がいい。あ、本当？戻って。はいはい。うん。はい。6号線に出れないから、6号線手前に左側が曲がって。直った。じゃあまた。すいません。中入れって、車の中すぐ入れって、外出るなって。今、福島第一原発の正門に行ってきました。それから今西門に向かってます。これじゃダメだな。これ西門戻ります。災害ゼロで締めくくろうって書いてある見たことね、こんなの。ありがとうございました。今日の出会いに感謝いたします。第一原発。じゃあ車走っていいですよ。